られた独特の岩の地形なんかもね見えますんで、富士川でしか見れない川の景色をね楽しんでいただきたいと思います。人間が大事にすることはすごい大事なことなんだよ。桜エビもそうだし、人間も結局森なしには生きられないんだなって思ってね。よー。